はい、日常ラジオです。今回はルーミアさんです。よろしくねー。それで、今回の内容は、踏切事故で海を離脱してた 211KGG1 編成が名古屋工場出たじゃん。出たみたいだね。出場回想見たわけじゃないけど。それなのにどうして名古屋行ったんですか？西の淵でニュース会のエレ会撮影したい時に、JR で名古屋行ったんよ。行ったね。でもその話関係あるの？話は最後まで聞くもんだよ。その次の日以降、パノスパノ痛くて手が震えてた。冗談はそれくらいにして本音は、西尾線特急乗るってことをしないと、蒲郡線乗らなくなるんだよ。あ、そうですか。今回そういうことが聞きたかったの。3月5日に315系が営業始めるじゃん。始めるね。1ヶ月は行くつもりないけど。そっちじゃなくてさ、315系で置き換わって廃車になるであろう車両の方。浜松のあそこ。そう、リニア間で展示してた車両が誘致されてたあそこ。どうしようかね。行くなら近くの古戦場だけど。アクセスがわからないってやつ。それもあるけどさ。運賃高いってやつ。それもあるけどさ。豊橋から浜松ってさ、なんか CA78 じゃん。CA78? だるい。東海道線静岡地区と普通、快速列車で大垣から米原って乗っててだるいじゃん。だから米原行くとき白鷺乗ってるのか。それを含めてどうしようかな。